した裁判で王さんの請求棄却ということでの判決が来ております。まあ、決定書ですね。でこの後すぐに法務局の方に行きます。まあ、いずれにしてもですね、王さんの言ってることはもうちょっともうむちゃくちゃなんですよね。だからただ逆にむちゃくちゃなことを言う人に対しては裁判所や、まあ、これから法務局はもう 100% 書き換えをしてくれるんですけども、いわゆる登記簿書き換えをしてくれます。ね、ただこれがですね、今日持っていっても明日月末でですね、明日中に登記簿が上がるかどうかっていう順番ですね。でその後総務省とあとりそな銀行という形でですね、説得していくと、説明をしていくということになりますけども、まあ、いずれにしても、まあ、一番大きなこの裁判の、決定が出たということで、まあ、大津さん側はなんかツイッターでいろいろ書いてますけども、もう全然その大津さんは党の代表をする気が全くないわけですよね。そのような人が党の代表できるわけがなく、まあ、この先ですね、むやみに裁判をまあ長引かせるっていうことをしようとしているようですけども、ちょっとね、僕の中にも当然これまであると呼んでいますので、作戦がありますから、その辺についても皆さんにお話しさせていただきます。いずれにしても裁判が来ました。政治家よ、僕は。パチプロ政治家 YouTuber、 N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな。俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないもなる、ないのないの、お客のせ、多分ないんだ、女性の方もっと一発受信よ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。